イオン、佐世保ショッピングセンターは、長崎県佐世保市にあるイオン九州のショッピングセンターである。イオン佐世保店、ビル外観ジャスコ佐世保店時代の商店街がワイリング地1974年6月20日に、当時の福岡ジャスコが、ジャスコブランドとしての新規店舗1号店として、ジャスコ佐世保店を開店。九州地区において旧来からの4グループの店舗としては、最も古く、 2000年代よりイオングループ入りしたサティの中でも最も早くから開業した大野城サティよりも3年以上も早く開業している。2017年9月現在は大英から転換したイオンショッパーズ福岡店が九州地区で現存最古のイオングループの店舗となっている。イオン佐世保店を各に16の専門店が並ぶ。また当店はイオンが 町商店街アーケード内の一角に立地し、地上8階、地下1階というペンシルビルスタイルの高層階の店舗である。現在、駐車場がなく、市街地に立地する高層階の店舗での新規出店は行われていないため、大変珍しいスタイルの店舗となっている。また、アーケード内に立地している関係で、屋上にある委員のサイン看板は、 アーケードの外に出ないと見ることができないため、建物正面の両端2箇所にサイン看板風の委員の看板が掲げられている。屋上のサイン看板については2016年12月頃に撤去されている。また、松浦鉄道西九州線が第三セクター鉄道に転換された後に、当店や4が町商店街の最寄り位置に佐世保中央駅を開業。このため、 当店の4階には連絡通路が設けられており、営業時間中であれば、佐世保中央駅、佐世保共済病院と行き来することができる。2015年に連絡通路内に調剤薬局が新たにオープンした。2011年3月1日に店舗名称をイオン佐世保店に変更し、SC 全体の名称としてイオン佐世保ショッピングセンターが新たに与えられた。 看板類は店舗ブランド変更に先駆け、同年2月下旬に看板類や地下、売り場入り口近くにある店舗案内の外枠一番上に掲げられていたジャスコが委員に置き換わり、屋上のサイン看板も同年2月27日に委員への模様替えを完了した。また、当店では4が町、3が町で行われている佐世保初売りの関連に倣い、 2015年までは他のイオンと異なり、元日は休業。翌1月2日は営業開始時刻を通常時よりも繰り上げて早朝営業を実施してきたが、2016年以降は他のイオン同様に元日営業を実施するようになった。1月2日の早朝営業については2016年まで継続されたが、2017年は営業開始時刻を1時間。 繰り上げるのみとなり、初売り時の早朝営業も実施されなくなった。フロア構成は、地上8階、地下1階の構成である。ありがとうございます。